これまでもいろいろとですね、まあ私に対する嫌がらせとかに対しては法律しばきをやってきたわけですけども、近所のおっさんがですね、何か突然、まあ顔見知りなんですけども、嫌気中をやってきたということで、これ裁判に訴えて和解ということになってますけども、まあ完全勝利でございます。中身についてはですね、仮処分なんですけども、中をあんまり見せませんけども、言うたら私が止めてる車に嫌気中をしたりですね、車庫証明がないというようなことをですね、もうわざわざネット上にこう動画でですよ、メッセージ書き込んだりですね、あこれもあったな、なんか首ってか引いてね、ほんで俺のポストイット貼ってるんです。何が首なのかよくわからない、お前の首はねたろかというそういう意味なのか何なのかよくわからないんですけど、でこう唾吐かれたりしてですね、僕洗車機かけても後残ってるんですよ。でもええ加減せよってなりますよね。でこれもね、吸い殻とかタバコの空き箱をですね、ワイパーのとこへ掘り込んでですね、ワイパーのあそこ穴開いてますからね、もう取れへんのですよ。なんか端かなんか持ってきたら取れるんか知らんけども、奥の方入って持ってね、何をすんねやということになりまして、まあ、結局警察にも言うたんですけども、まあ、裁判でもとりあえず、まあ、実損が出てますからね、実損出てないんやったらまあまあまあ負けといたろうかと思ったんですけども、実損が出てるので裁判で訴えました。で DVD を残してますけども、それもアップしません。でその前にですね、嫌気地やってからですよ、嫌気地は始まってたのかな。でうちの前がですね、道が非常に細いんです。軽用1台しか通らないんですけども、そこへですね、私が出た後すぐにですね、出た後というか車に乗り込んだ後すぐに自転車でスッと追い抜くんですよね。多分これ待ち伏せしてたんじゃないかなというふうに思うわけですけども、でその中でですね、これは名前出てないから演歌をしてもこういうことですね、乗いでくれって言ったんですよ。乗いでくれって言ったら、前で邪魔してるから、細いからね、自転車止められたら行かれへんすよ。なんでこのとこ止まるのか意味が分からんんだけど、で行かれへんからのけて言ったんですよね。ほなね、なんか言うてるわけですよ。で動画に書いてるからね、これ丁寧に言うてますよ。前行ってくれませんかと。で、道が狭いから行かれませんけどということを言うてる。で110番消火っていうことを言うたらですね、4番かいって言うわけですよ。まあそうかいなってなるじゃないですか。で110番をしようとしたらですね、チャリンコ前に出すわけですよね。で、まあ、道開けるからですね、私も見てください、これありがとうって言ったんです。債権者私ですからね、ありがとうって言ったら、はい、4番かいからねということを言われたんですけども、まあこれ邪魔になれへんから、まあ、そのまま行ったと。でまたぐちゃ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 言うから、もう当たってきたんやったらほら呼ぶわいと、交通事故ですからねということを言って、でこのあった翌日にですね、これはあんまり載したら覚え悪いんか、これ名前が載ってるからね、まあ、名前別に載したってもええんだけども、まあ、私の人のやつは議員としてそれあんまり言うなよということも言われてるんでですね、まあ、文章だけ読みますけども、俺、その嫌気地のおっさんがですね、自分のフェイスブックのページに上げてました。自転車でですね、一人ですよ、一人で来て、自転車でうちの家の前で来てですね、で昨日私を煽ってきた車ですと。いやいや煽ってない、ね、お前が狭い道のところでわざわざ待ち伏せを多分してですよ、で私を生かさんようにしたわけですよ。これ煽りとは言わないんですけども、でこの細い路地の先にあります、さてこんなところに車を入れてます、これって問題ですよねと、車庫証明取れないでしょと、この道幅では以上ですと。で、おっさんの名前打ってます、何とかがお伝えをしましたということを言ってるんだけど、車庫証明は取ってますからね。で車庫証明をつけて、まあ、もちろん出すわけですよ。でこれ仮処分で出した時にですね、どないして言ってきたかって言ったら、裁判所ではですね、本人訴訟が多いのでこういうフォームを作ってます。でこういうフォームのとこへですね、ここへ書いてこいよということをこれ送ってるんです、この紙自体を。ほんならおっさんが何て書いてきたかというとですね、もうこれ見せますけども、
宮本町に来たのは20年ほど前、まあ20年じゃないですからね、私前の団地に引いてますから、あの時20歳の前半、まあ、20歳ぐらいだったと思いますけども、まあこれ間違ってんだけど、当時は祭りに参加して食事や飲み会も何度もやりましたが、祭礼中に選挙活動をしたりそんなことはしてません。でまた祭礼イベントに乗り込み大きな声で叫ぶなど、祭礼イベントは何をさすのか分かりませんけども、祭りは大きな声で言えと、声を出せというのは誰も言うんじゃないですか。私もこれ何遍も言いましたよ。みんなこう声が沈んできたら、おい葬式かと、大きな声でいかんかいっていうのはね、話して、私も声出してますから、私より声出してるもんがおるって言うんやったら、ほなそれ出してこんかいっていうふうになりますよ。で、大きな声で叫ぶと、それはそれやっていうのは、それはそういうこと言うてるのは何のことは分からない。で、迷惑行為が多く何度も注意しました。私は言うときますけど、このおっさんから注意なんかされたこと一回もないですからね。ただの一度もないですよ。何を注意したんか、こうちゃんと書きようと、日時もね、私が注意されてるようなところをですね、まあ、見られた方がおられるんであれば、ぜひとも私は伺いたいんですよ。私も忘れてるかも分からんからね。何度もって言うけど、迷惑行為なんか、こう一回もじゃ、まあ、それ相手がおるからね。祭りですから、いざこざなんかもありますから、それを迷惑行為というふうに相手方が思ってる場合もあるんかも分かりませんけども、まあ、まあ、迷惑行為まではですね、迷惑行為って意図して迷惑行為やってるわけじゃないからね。で、これも迷惑行為やというようなことでですね、相手方から何とかっていうようなことはないですよ。町同士のことで話しに行ったということはありますけどもね。で、何度も注意をしました。言うときますけど、町同士の揉め事でですね、このおっさんが出てきたことは一回もありません。一回も出てこんとですね、で、例えば、隣町、恵比寿町ですからね、恵比寿へ行ってですね、で、まあ、話をしたというようなこともありましたけども、そんな時でもこのおっさんはとんずらこいて出てきませんからね。ほんで他のことでもですね、よその町なんかと揉めてですね、私は別に役やってないからね。で、役やってる者が話つけに行くんだけども、そこでこのおっさん出てきたこと一回もないです。で、ちなみに、祭りのやつでずっと、まあ私30年やってますけど、このおっさんがなんか役やってるっていうのは一回も見たことないです。なんでかって言ったら、役やったら責任取らされるからね。責任取るの嫌なんでしょ。でちなみにこのおっさんも70近いんだけども、町会長、非常に世帯数が少ないところですけども、その中でも町会長のような役は一回もやったことないです。で年配の人らなんかが言うのは、なんであいつは町会長もやらんくせにね、大きな顔して言うなというような声ももちろんあるんです。まあ、町会長をなんでこの人やらへんか知りませんけど、まあ、それはええんだけども、人のことを言えた義理かという話です。この、しかも嘘ばっかりね。で、他の地域の祭礼関係者をこう訴えるなどして、こう訴えたというのも、これも、ブログにちゃんと書いてます。これは、中町のですね、田中というおっさんですよ。で、もうブログに名前も住所も全部書いてるからね、今でもね。で、これはハッピーのところでですね、春樹の幼稚園のとこから、まあ言うたら、南進しかできないです、一方通行。それをですね、年番の立場でありながら、酔っ払ってですよ。で、反対方向へ行けと。駅からじゃない。年番ホームから上がってきてるのを、左折せって言ったんですよ。そんなこと、ただの一度もないですよ。ほんで、中で、町の中で揉めたってしゃあないからね。で、当時の、A 子なんかとももちろんええ加減せよということで中での話もしましたけども、あ、もうこれあかんわと。悪いのはそのおっさんですからね。年番でも何でもないです。年番にも聞いてないからね。ほんでうちの A 子も、いや左折で行けと。なんで左折やねんと。駅から降りてくる車、うさぎ屋のとこで左折してきたら、あの狭いとこで離合でけんのこどないすんやっていうのを言うたんだけど、そやけども左折して年番が言うてんやからって言って行ったからああそうですかと、舐めとったらあかんぞってなるじゃないですか。ほんで結局話し合いの場に出してくんのに、おっさん酔うとるしね。ほんで話し合いの場にその出てけえへんから、あの何時か経ってもですよ、あれ1回目の、試験引きやったかな、2週間ぐらい間あるわけですよ。でいい加減せよということで名指しで訴訟しました。で、まあ、このおっさんも含めてですね、町の門が引き下ろしてくれって言うからね、取り下げてくれって言うんですよ。取り下げてくれって言うけども、いや取り下げるのは別にええんやけど、
おっさんに頭下げさんかいということで、結局うちの町に来てですね、引き手も含めて全員の前でね、で申し訳ないって言うたら、それやったら下ろしたるって言ったんですよ。そやけども、まあまあ結局最終的には役の者だけが年番本部へ行って、で、まあ、年番とかが見てる前でですね、田中のおっさんが頭を下げたということでですね、頭下げたんやからもう取り下げてくれって言ってね、うちの常識的な年配の方がですね、その話言われたんで、ですね、あ、そうですかって言って取り下げたんです。この時にこのおっさん何ちゅうたか、何人もがおるところでですね、会館の横の母屋の2階のとこへ来てくれって言って行ってね、で俺の年下の頭とかもいてましたよ。でその中で何も誰もよう言わんと、下ろしてくれしか言わへんからね、取り下げ取り下げって言うけど、取り下げって言うて話何もついてないのに、そんなもん聞いて取り下げてどないすんやと。ほらこのおっさんが言うたんは、そんなもんで訴えれたら祭りできへんようになると、おおやめんかいって言ったんですよ。俺が年番長やったろわい、それやったらと、誰も年番長やれへんねんやったらって言って言いましたよ。だって今の年番長って昔みたいにね、旧市なんかでも、まあ、聞きましたけども、大きなお金を使ってですね、で、まあ言うたら地元の名士ですよね、すごいお金持ってる人しかできないというような時代じゃないんです。サラリーマンの方でもできるように、お金の面ではね、お金の面ではそういう負担がみんなないようにしようかということをやってますけども、そうなればですね、極端に言うたら私のようなもんでもできますよということです。ただそこで人望があるとかないとか、そういう問題にはなってくるんやろうけども、だからその時に言うたんは、年番長もね、そんな折れへんと言うんであれば、ほなやったろやと。ほんで、そんな程度のことでですよ、祭りやめようかいっていうのを、この地区でね、春木何代の12代ぐらいあるのかな、そこの前長のもんが、そんな打たれんの怖いからもう祭りやめますわって、そんなこと言うんかと。そんな下手ればっかりの集まりやったら祭り自体やめんかいでなりませんか。ということでですね、そういう話をしたんです。ほならおっさんも黙るしかないんですよ。俺がケツ吹くって言ってんだから、しかも俺と町の話関係ないからね、私が、だんじりのやり回しをですね、5回損失をしたので、その損失、機械損失についての損害賠償請求をしたもんですから、町何の関係もないからね、私がって言ってやってるんです。町としてですね、支援団体としてやってるとか、そんなんじゃないんですよ。で、そもそもそのだんじりの団体なんか法人登記してないでしょ。その年番とかね、そんなとこは法人登記をしてますよ。年番本部とか固定資産というか不動産があるからね。ところがですね、各町で町自体が支援団体として登録してるということはあるでしょうけども、まあみなし法人みたいな形でね、そうやけども、だんじりの団体だけですよ。そこでですね、それを法人に各庁でね、そんなことするかということで、そんなしてないんですよ。で、所属してるのがたまたま庁でしょというだけの話ですよ。だからそれ書かなしゃあないから、それ書きますよ。どこの庁に所属してるってなれへんかったら、そのだんじりがそういうふうに動かされてですね、で、やりましたができなかった駅前の方でね、で、機械損失がありましたよという話にならないのでね、それ書いただけなんで、庁関係ないって言ったんだけど、まあ、意味がわからないですね。で、結局、まあ、これについてもそうなんだけども、意味が分かってないんです。だから、こういう嘘も書くし、私が書いてるのは、あなたの迷惑行為についてですよ。そこについて、まあ、反論があるんやったら、どうぞ、証拠も添えてと。でも、そういうことは全くないということでですね。で、ここですね、祭礼団体の会費も3年以上、未納しっていうけど、別に、ここを、まあ、仮に休会としてもですね、やめても休会でもどちらでもええんだけども、金取るんかということですよ。そうおかしないかと。で、まあ、先輩なんかにもですね、まあ、団地の修理なんかで大きなお金がかかります、そんなにお金もありません。しかもコロナで、まあ、やってないというのもあったし、去年なんかですね、コロナの時にホイホイと出てきて、コロナの感染者というのは必ず出ますから、去年なんかね。ほんなら、高いらのせいで感染が広がったということは言われるよというのは私でも分かりますよ。ほんで、まあ、それ行かなかったということはあるんですけども、そこで見直しという、まあ、そもそも請求来てないんだけどね。ほんで、除名になりって書いてんだけど、これ誰が除名したんですか。これ、お前除名やっていうのを誰からも聞いたことないんやけども、なんやったら町のとこへ行ってですね、誰が除名したんかをはっきりせんかいと。
ほんで除名するんだったら除名してくれてもええけど、どんな理由で、ほんでしかも書面で出せと。ほんで除名をされたことについてですね、どういうことなんか説明を聞きたいということをやりますよ。誰が除名したんか知らんけどね。このさ、ケツ持ってくれるんですか、金払ってるけど俺に。これも問題にしましょうか。除名というのは非常に私は不名誉だというふうに考えてますからね。で、現在に至ります。これもだから金払ってないっていうのも、これもまあ問題にしてもいいんだけどね。で、町会長に確認をしたところ、町会費未納で、町籍簿未提出。町会費未納って、だって俺町会入ってないんだもん。で、町会入ってくれって言わないでしょ。町会入ってくれって言われたら入りますよ。私も大国庁入ってましたからね。で、町会に議員になってんだから、町会に入ったら、役させて言ったんですよ。まあ、とりあえずだから発言権があるところでね、話させる、町会長させるなんか言ってないですよ。何かの、まあ、数が少ないから世帯数がね、だから役につけって言ったんですよ。役しますよと。私だって赤シャツですら人タランタランって言うてんのに、赤シャツに高平さん、いやあなた結構ですと、赤シャツ誰かなれへんかという話をしてて、おお俺行こうかなって言ったら、いやもう高平さんは結構ですと、これあのバチがつく前ですよ。そういうことを言うてくるわけですよ。ほんで、まあ、市民協でもですね、これあの議会というか政策討論会でも問題にしましたけども、町会や市民協、市民協は町会関係ないですからね、市民ということですよ。そこでも春樹の前町の、町会長がですね、市民協に高平さん来てもうたら困るんですというわけです。なんで困るか、指摘されたら困ることがあるということじゃないんですか。ほんで、まあ、春樹地区は医者議員が行ってるんです。で、医者さん行ってるんじゃないのということを言うたりですね、他のとこでもまあ顧問やったりしてるところであるんです。ほんなら医者さんは議員の立場で来てるんじゃないと。元校区長なんです。ああ、そうですか。春樹地区で議員が今おるのはですね、私の中岡さんだけですよ。で、私はそんな、あの、校区長というかね、町自体もそんなやらないし、で、町に大体、議員になってですね、そこから町の町会長なんかになったらダメですよね、単調であってもね。その辺になったら単調の町会長にもなってないのに、広区長なんかなられへんしですね。まあ広区長ももちろんなったらダメですよ。議員のバチがついてる状態でね。で、中岡さんも多分、そんなやりはれへんというか、中岡さんどうぞ町会長にとかならんでしょう。広区長にどうぞとかならんでしょう。その辺になったら、春樹地区はもう議員の、関与がなくなるわけです。だからそういう市民協議会であったりですね、連長であったり、そういうところで議員と話をして、あ、それやったら地域のことでお困りなやったら 議会へ持ってきますよ、もしくは役場へ持ってって話しますよというようなことがなくなるということです。まあ、あの私は口利きするなと言ってますけど、口利きところまた別ですからね。地域の困りごとというのを役所へ届けるというのも、まあ、議員の役目やというふうに考えてますけども、でその中で、まあ、町籍簿が何のことを指すのか、なんかよくわからない。町籍簿って何やっていうのを自治振興会聞いたんですけど、町籍簿って何ですかねっていうのを言ってましたからね。で、だから、美濃屋って言うんやったら、取りに来てくださいよ。払いますよ。町会入るって言ってるんですよ。入るけども、もちろん口開くでということですよ。それは総会で口開くだけとちゃいますからね。さっきも言ったように、市民協議会入れないということは、あれ町会関係ないんで、まあ、町会の役員ばっかりが役員やってますけど、春樹地区では私を市民としても認めてないということです。これはっきりと政策討論会で話をしましたんでね、これ議事録取ってもうたら分かりますよ。じゃあそういう状態でおるわけですよ。だから、旧態依然としたやり方でそれ間違ってるよねということを言われたくないんでしょ。だから入れないんですよ。大国庁は言うときますけど、大国庁入ってましたからね、何遍も言いますけどね。はい。で、いや、あの入ってほしいというかですね、市の方も入ってほしいという意向はあるんでね、いつでも入りますよ、何遍も言いますけど、この問題だけでまたずっとだらだらだらしゃべるからね、もう飛ばしますけども、で結局、まあ、会長所ということでですね、で、ガラス、車のガラスとかですね、まあ、車自体を傷めてますから、それを修復するのに金かかるやろということでですね、でしかも金取らんかったらね、このおっさん買った買ったって言うんですよ。で金取ってたら買ったとは言えんでしょ。だから多少なりとも金取っとかなあかんっていうふうに裁判官に言うてですね、で5万円をもらうようにいたしました。僕やってますね、はい、こ
9月から10月ぐらいにかけて、なんでこの1ヶ月急にしてきたのかな、よくわからんだけど、で解決金として5万円の支払い義務があることを認めるということでですね、他にもいろいろ書いてますよ、はい、ね、金をだからここの郵長の番号書いてますわ、ここへ私のところに振り込めということとですね、で、互いにって言いますけど、私が相手方の住所なんか行かないですからね、で勤務先っていうか向こうの際も無職だからね、もう都市行って仕事してませんから、なら役場へ来んなと、用事があるんやったらいいんですよ、用事もないのにね、嫌がらせをするための役場へ来たりするんだと、で、まあ、電話かけてきたりメールとかで連絡したりとかですね、まあ、SNS に、嘘を捏造してですね、でそういうの拡散するんだということですね、路上等でまず進んだとか車へ近づいてくるのは私のですよまあ互いにって書いてるけどね、で、まあ、町会なんかに仮に入ったりしたりすればですね、近所のおっさんですから、そこでですね、やむを得ず会議所で同席をした場合でも、まあ、会議に出てくるんかというふうに思うんだけど、でことさら話しかけたりしないようにすることを制約するということでですね、で今後互いに相手方の名誉信用を毀損せず、過去及び将来の出来事等について誹謗中傷するような言動及び行為を一切しないことを約束をするということになってます。あとはもう別に何もないですよね。で、書記官が書いてくれまして、これ正本ですよということになってます。裁判官は佐藤さんでした。佐藤さん、結構長いことここいてはるんですよね。私、他の事件でもですね、まあ、佐藤弁護士と、弁護士である佐藤判事と、まあ、話をする機会もあったんですけども、他の事件でも、あなた、和製を受け持った事件でやったよねっていうのを、まあ、言われたりもしたんですけども、佐藤さん、長らく、ここの岸和田支部の方へお勤めやということですね。ということでですね、まあ、いやきちしてくんなということです。いやきちにはきちんと法律しばきで対応しますよということで、それぐらいの覚悟を持ってですね、やってるやつとやってないやつあるんでね、ネットとかにこういやきち書いてきてるやつとかも、数々私もしばき上げてきてますからね、法律しばきですよ、法律しばきでしばき上げてきてます。で、発信者情報開示請求やってどこの誰っていうの分かってですね、そこに対して訴訟かけたというような例とかですね、そういうのもこれまでも何件もあるんです。で、私自体もですね、まあ、名誉毀損でやってくるんやったらやってくるの待ってますから、市政報告とかでですね、具体的な名前をはっきりと書いてます。議会では名前言うなということになってますけども、市政報告関係ないんでね、名前出してます。で、そんな中でですね、名誉毀損で、まあ、刑事でも民でもね、好きやってくれたらいいじゃないかと、私は事実を市民の皆さんにお知らせをする、そういう責任があるというふうに考えておりますのでですね、そこが名誉毀損に当たるというのであれば、もちろん受けて立ちますんで、まあ、そういうのはきちんとですね、表の場でやりましょうよということになっておりますのでですね、市長もかつては市長、長野市長、そしてですね、親父ですね、親父とですね、まあ、今不義になりましたけども前田当時市議ですよ、もう3人もですね、1600万円私に金払い、名誉毀損でということでやってきましたけども、3年かけてですね、結局まあ和解に至ってですね、で払うのは0円と、で8割方私が買ったと、私に立証責任があったんですけどね、その私が8割方買ったということになってますからですね、まあ、いわば返り討ちにおったということに市長側からしたらなるんでしょうけども、そういうことはありますから、3年かけて私もやりきりましたからね言うときますよ、弁護士使ってないですよ、自分でやってますから、そういうことはやりますので、まあ、やってくるんやったら堂々とやっていただいたら、もう全て受けます、全て受けるけれども、全てもちろん、まあ、返り討ちにしますよということでですね、まあ、私いやきちをやってくる方はですね、けじめ最後は取らされるんだよということをネット上も含めてね、まあ、確認をしておきたいというふうに思っております。